私の分を少し。そんな情けは必要ない。明らかに自業自得だろう。準備を手伝ったわけでもないしな。でもお腹ピコピコなんです。こっち来いよ、俺の分けてやるよ。本当ですか？あの、大丈夫ですか？私に優しくしてくれるんですか？こんな私に。リムーブディディオリファーマキシマイ。魔法の力よ、桜庭先輩を元気にして。大丈夫ですよ、ユリカさん。あなたの探し物ならここに。え？その代わりと言ってはなんですけど、ちょっと手伝ってもらえませんか？え？これです。見せて見せて。なんじゃ、何事じゃ。バカ野郎ユリカ、お前これをこの部屋に入れるってことがどういうことか分かったのか。ごめんなさい。さすがおじさんだもん。冴えてる方。そっか、私幽霊なんだっけ。すっかり忘れてたよ。万事解決じゃ。全員で行けますね。ありがとうございます。皆さん助けてください。ユリカ、一体どうしたのよ。実はルーさんにヘラクレスちゃんがカブトムシだってバレて、すごい顔で追いかけられてるんです。バカ、何やってんのよ。とにかくかくまう必要があるな。用具室に隠れた。しばらく部屋の中に住め。え、いいんですか？ありがとうございます。よかったね、ヘラクレスちゃん、出て行かずに済んだよ。必ず無事に弟さんのところに返してあげるからね。ゴーストハンター？そうなんです。今日はお化けっぽいものもいっぱいで、あっという間にサナちゃんをさらっちゃって。お化け、よし、わかった、情報ありがとな。さとみさん、私私も助けて。皆さんまでどうして、どうして信じてくれないんですか。あ、ゆりか、もう知らないです。どうなったって知らないです。言うな、さない。ゆりか、気にしなくていいぞ、お前はそれでいい。さとみさん、異星人と地底人と幽霊に囲まれてるんだ。少し趣味が特殊でも一人くらい普通の人間がいてくれないとね。普通じゃないです。だからお前が魔法少女だって言うならそれでいい。お前はその名前にふさわしいことができるんだから。私は桜庭先輩に憧れたんだ。ちょっと変わった趣味を持ってるだけの、ただのクラスメイトでさ。お前には戦いは似合わねえよ。里美さん、プレイヤーであってほしいと思うんだがな。お前には日だまりと虹の方がよく似合う。もうひどいです。ユリカ、ユリカさん。で、ユリカ、今後俺はお前を誰だと思っていたらいいんだ？私は虹のユリカです。あなたのクラスメイトで居候の女の子です。やちゃん手伝うほう。こういう時は食料法だほう。あげるほう。
お前、誰だ？ここに溢れている魔法の力を狙う者たちがそのうちに現れるので、その前に。わかったわかった、そういう設定のコスプレパーティーを開きたいんだよな。それここじゃないといけないの？他でよくない？ダメなんです、信じてください。このままだとその魔力を悪用しようとする魔法少女たちの目に留まります。だからここから逃げてください、今すぐに。危ねえ危ねえ。美味しいですね。お気に入りのブレンドなんです。さとみさん、あの人の話ならちゃんと信じるんだろうな。